ほんまにやばいことが起こりました。いや、それをちょっと報告したくて、ちょっと緊急で動画回させて、すいません。YT ブロスのアニアンです。お兄ちゃんの方です。何がやばいかっていうとこなんですけど、今日、2024年1月19日。決定的な一日になりました。押して押して、やまない、そんな素晴らしい作品が、続編をアニメ化することを決めました。その作品は何か、わかるよね。わかるよね。そうなんですよ。化け物語シリーズ。西尾維新先生が書いてるこの化け物語シリーズのファイナルシーズンっていうのがありました。2019年ファイナルシーズンがあって、その後にね、傷物語っていうものが映画になりました。人気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 よ。それがなんと、その続編。モンスターシリーズ、オフシリーズ、この2個やっちゃうって感じですよね。ドドーン。で、ジャケットドーン。マジでやばない。ほんまにやばいですよ。何がやばいかっていうと、まずモンスターシリーズ何っていう部分とか、オフシリーズって何っていう部分なんですけど、実際、まあもちろんね、サブキャラであったりとかってわけじゃないですよ。化け物語見たことある人だってわかると思うんですけど、まあすべてのキャラクターにフォーカスが当たっていくっていう中で、まだまだフォーカスが当たってなかったキャラクターたち、そして、結構さらっと流されてるけど、重要な人物たちのことに対して、フォーカス当てていこうと。どんどんフォーカス当てていこうぜっていうのが、モンスターシリーズ、そしてオフシリーズでございます。楽しみよねー。楽しみよねー。見れるよ、久しぶりに。アニメ度やっちゃうかもしれない。これはテンション上がりすぎて、化け物語のアニメ度やらなあかんなって、考えております。エクストリームに、化け物語シリーズを紹介していこうかなと。思ってます。もう言いました、言い切りました。はい、行きましょう。まあそんな感じですよね。まあちょっと今こんなちょっとね、短い動画でまあその僕の興奮をね共有したいなと思って急遽撮ったんで、もう編集もバタバタっとさせていただこうかなと思うんですけど、本当にみんなでまたアニメ動もしますし、なんでしょう、こう感想会みたいな、ここの回良かったよ、ここのこのシーン良かったよってアンチとかじゃなくて、この良かったよを言い合って、そのいいという意見を集めて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 形にしていこう、形にしていこう、うん、素晴らしい作品、いいところはいいとちゃんとね心の底から言えるという作品に出会うというのがアニメ道でございます。なのでぜひともね続報に期待というわけでございます。はい、まあソロ動画2本目がまさかのこういう報告動画みたいななってしまったんですけど、しかも緊急で回すというね、なんか見て、ほら、画角ぐちゃぐちゃやで、もう全然ええ画角じゃないんやけど、関係ないでしょ。もうこのアニメ好きはこの興奮を分かってくれるはず、いや分かってるはず、それぐらい思ってますんでね、ぜひとも続報を待ちながら、ワイキブロス兄弟チャンネル登録よろしくお願いします。今年マジで1万人行きたいなと思ってますんでね、今後ともよろしくお願いします。 YT Bros 何が We are 知らない人からおなじみの人も虜になるドンベイト This is special song YT Bros の This is special song We are ドレミファソラシドの音の上地球自在乗りこなしてこれから